時も前年10月の試合のことは全く口にしてないんですよ。だから僕はこれはもうあくまで想像ですけど、今成選手の中では2020年10月の試合をないことにしようとしてた時期もあったと思うんですよ。すごいトラウマだったんですよね。いや、そのプロレス人生ね、長くやってればね、1試合や2試合どんな選手だってなかったことにしたい試合とか、うん、なかったことにしちゃった試合ってあるはずなんです。だから今成選手にとってはそうなる。これです、これが入江です。入りましたね。ここはやこれはチャンピオンちょっと距離を取ります。しかも場が落ちて油断してると入江選手は、はい、降ってきますよ、あでも逆に倒れたのが良かったかね。そうですね、まあ、立ってたら多分追撃来たでしょうから。さあもちろん障害カウントが進みます。いやー恐ろしい。頑張れ、戻ってくるが、戻ってくることさえたやすく許してはくれないですよ。あこれはイリアまたお前はここに立つべきではないと言ってるのか。ああ文字通り物理的に突き落としてきましたね、リングから。入江の拒絶に対して戻ってこれるか、入りました、ようやく入った。ジョーガーカウントはもうリセットされています。いやーレノラリアットはそうですね、ちょっと側頭部というか首が嫌な方向に曲がりました。あの一発で一気にピンチに、ピンチに陥っています。チャンピオン今成夢人、先ほどのラリアットもそうですが、この異例のエルボーもそうです。いや本当にね、相手を破壊しに来る攻撃なんですよね。異例の本当に異例選手のエルボーというのは新人時代何人も怪我人が出て、はい、本当な中京地区、まあ、あの異例選手名古屋の方でデビューしたんですが、あの使用禁止にしたらどうかみたいな話まで出るぐらいに強打なんですよね。すごいな、